里崎チャンネル。こんにちは。じゃ。どうせなかったんです。はい。なんかあるですね。なんかはい、あるある話で、はい、袴田さんが、うん、時計のスタートを押すのを忘れるあるある。そうですね。もう最近ね、だいぶ頑張ってますよね。そうですね。はい。忘れちゃうんですよ、これがね。こんなね、簡単な作業ほど忘れるんですよ、ね。やっちまった話にいけんじゃないですか。そうですね。やっちまった話にもなんか、袴田さん結構やらかしてますって書かれてました。もう何もやらかしてないみたいに言ってるけど、みたいな。はい、だから、鈍感なんですよ。そうですね。まあね、ポジティブはいいことですからね。はい。さあ、今日はですね、はい、キャンプ周りしてたら、はい、楽天の金町に、はい、楽天のキャンプ見に行ったんですけど、はい、楽天の大エースの則本選手が、はい、見てるらしいっす。見てくれてるらしいっす。本当ですか？嬉しい。挨拶して気に入ってくれて、はい、佐々木さんいつも見てますよ、めちゃくちゃ面白いですね。へー、そうなのって。同い年なんですよ。そうなんですか？はい、同級生で、うん、もう超応援してます。本当、もう入団した時からビールかけもね、インタビューしましたし、いや、めっちゃいいピッチャーですよ。僕は気迫も含めて一番いいピッチャーでずっと言い続けてきてて、はい、だからかな。それもやっぱり知ってるじゃないですか。はい、でもめっちゃ面白いって言うんですよ。嬉しいですね。勉強になることもあるしって、うん、だから、うん、はい、則本に、はい、じゃあさ、なんかお題ないって言って、はい、気に入らんこととか、うん、こんなの直してほしいとか、はい、これ納得できんとか思うことあったら、うん、俺代わりに言ってやるぞって言って。そしたら、ちょっと今は思いつかないです、練習中だったんで、はい、そうなのって言って、そう、じゃああれやなって言って、はい、じゃあまた、楽天のこと考えて言うわ、はい、あ、思い出しましたって言って、うん、僕印象に、はい、佐々木さんのことで一番印象に残ってることがあって、はい、そういやこれずっと聞きたいと思ってたことがあったんですよって言って、はい、何って言ったら、はい、佐々木さん、小山さんからさよならホームラン打ったじゃないですかって言って、あー、打ったね、はい、あれ、どうやって打ったんですか。小山さんの、小山慎一郎さん。そうそうそう、はい、あー、あれもう知ってるよ、さよならホームランねって、はい、あ、じゃあそれ言うわって、はい、なんでああいうところで強いかとか、はい、なんでああいうところで打てるんですかとか、はい、どういう気持ちだったんですかっていう、はい、いつのさよならホームランのことですか。あれ2000ね、はい、2000何年だったかな。すごい、そういうなんかこうワンシーンワンシーン細かく覚えてるんですね、選手って。2013年8月14日、はい、マリンでのロッテ対楽天です。あ、まあ優勝した年か、はい、楽天が、はい、うーん、その年が、はい、あ、めっちゃ印象、だから俺のこと1年目じゃない、そう、ルーキーですね、はい、だから衝撃的だったんだよ。へー、覚えてるんですね、はい、で、その時多分ロッテがね、2位かなんかだったんですよ。はい、あ、そうです、そうです、はい、はい、で、その要はまあ勝った負けたでね、はい、ゲーム差が違う、うん、変わってくるっていうところで、うん、はい、あの時のじゃあ真相、はい、多分衝撃だ、森本選手、はい、聞きたい話です。はい、嬉しいですね、どんどん言ってきてほしいですね。なんかこういうのが聞きたいって選手のね、生の声っていいですね。でもどこ行ってもめっちゃ言われましたよ、見てますよって。すごい、いろんな関係者の人も選手も、はいはい、あと他のメディアの人も、うん、めちゃくちゃ面白いですねって、ありがたいですね、うん、ね、え、こんな好き勝手して買っていただけるわけなので、私はちょっと部屋のこと言えないな、頑張ろう。忖度ないんですよ。え、そうですね、はい、言いたいことは。この前もなんかネット、はい、記事で載ってましたけど、はい、そのプロ野球 OB YouTube、はい、YouTuber、多分ダルビッシュが1位なんですよね、はい、登録者数は、うん、僕2位らしいです。あ、そうなんですか、はい、やったー、ね、じゃあ次が豊さんですかね。そう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 、で、なんか忖度なしのって書かれたし、はい、言いたいこと言ってる、ね、豊さんはなんか豪華ゲストを呼んでみたいな、あー、なるほど、書いてくれてましたけど、はい、だから忖度なしちょっと嬉しいですね。そうですね、忖度してるんですけどね、僕もこれでも、ね、だってね、ロッテにはちょっとロッテのお菓子以外食べないと言ってましたもんね。そこですか。せっかくバレンタインでなんかちょっとね、持ってきたのに、ロッテ、それはもうだってロッテの本社さんとはもういいお付き合いさせてもらってる。まあそうですよね、そこは私が気が利かなかったんですね、本当に、はい、まあはい、この動画が前後どっちが早いか分かんないですけど、はい、そのやつ見てください、はい、ここに出てます、はい、
だその2013年8月14日のこれね、うん、先発がロッテぐらいシンが楽天は三馬だったんですよ、うん、はい、初回いきなり4点取られますロッテ。はい、楽天がじゃあ4点先に、だから4対0からスタートして、はい、でまあ進んでいくわけですけど、はい、でまあ、あの僕のバッティングの状態もそんなによろしくなかったんですけど、三馬、はい、がそんな苦手じゃなかったんで、うんうん、そこら辺はあのうまく対応できて、5回の裏に、はい、まあ、犠牲フライ、センターちょっと深めの犠牲フライ打って、はい、打点もつけたし、はい、いい感じっていうところで、うん、まあ、その5回裏終わって3点取って5対4、はい、その状況で、うん、で、そこから怒涛のように、はい、なぜか僕にチャンスが回ってくるっていう、はい、でそれで、はい、1回目はあれ満塁だったのかな、一二塁だったのか忘れたけど、超得点機で斉、はい、藤隆さんです、はい、わ、ヤクルトの今コーチの斉、はい、藤隆さんって、で、シュートのイメージが強いから、はい、つまらないようにしたらスライダー、はい、ブリーンって三振してツーアウト満塁だったんですか、はい、はい、で、はい、同点の中、はい、多分これ9回だったと思うんですけど、はい、青山が、うん、8回かな、青山が出てきて、はい、で、それワンアウト満塁ですよ、うん、で、さっきスライダーでやられてるじゃないですか、はい、チャンスで、うん、青山のスライダーでよく投げるから、はい、スライダーはプリンってならないように引きつけて反対方向を意識して、はい、で、ワンアウトだったら犠牲ぐらいでもいいわけですよ、はい、で、当てに行かなきゃ、ちょっと、はい、あったらインコース、ドーン来て、はい、見逃してほしい、で、まあ、まだワンアウトやから、はい、次ヘイちゃんだった、ヘイちゃんだったら、ヘイちゃん頼むみたいな、はい、ヘイちゃんはもう外すら見逃したんで、やばい、2打席連続、後期にプリンチョの三振と見逃しっていう絶望的な、で、マジやばいみたいな、せっかくここまで追いついてきたのに、で、11回ですよ、だから9回ですね、9回だ、だからサヨナラのチャンスで見逃し三振食らってるんですよ、あー、なるほど、え、ってことは8回かな、どうって、どうでなったんですかね、え、9回の裏三振すら負けですよね、5対4で、いや、8回ぐらいに1点取ってるんですよ、あ、そっかそっか、で、5-5になってるわけですね、そう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 、で、9回の裏、その、本当にもうさよならのチャンスで見逃し、見逃しで、そうそうそう、で、三振して、延長行って、はい、で、あ、ここ、どうせこれ書いてるわ、時系、どうせ俺が三振したやつ乗ってんねやろ8回裏、はい、投手陣が打たれ追いつかれる、うん、楽天はこの回から4番手青山が先頭角中にフォアボール、うん、今江に1・2塁間突破の右打ちで無視1・3塁、はい、ブラゼルに甘い反則球を叩かれ転がった1・2塁がやばってライト前で同点お、でノーアウト1・2塁ですよね、はい、で、だからそこから要はやもうサヨナラのサヨナラのチャンスで8回か、あ、8回、はい、やって三振、はい、あ、なるほど、ワンアウト満塁で、はい、クソ、見逃し、まあ、5-5で、はい、で、5-5で、はい、で、9回に楽天は金戸投手が出てきて、はい、で、一死二塁のピンチを迎えたけども、はい、そこからまた2者連続三振っていう、はい、ところ で、 で延長になったんですね、延長になったって、はい、延長の、で、小山が出てきて、はい、で、僕は先頭っす、はい、もう、やばいっしょ、はい、まあ、犠牲フライで1打点あるっていう気休めの感じはあるけども、はい、2回連続チャンスで凡退、はい、そこで打ってたらもう終わってるとっくの昔に、はい、で1回目はスライダーの超ボールのワンパンをもう振り出して三振して、それが気になりすぎて次に青山のインコースのストレート見逃し三振っていう、もう島にもう完璧にやられ、もう箱も遊ばれてる感じ、もうキャッチャーの写真で締めたんですね、もう本当、俺だったらこいつバカだなっていうそれをね、やられてるわけですね、そうそうそう、うわ、悔しい、はい、で、10回の裏、先頭、はい、もう無理や、来て、はい、もうそんなに調子悪くないかなと思ったけど、はい、俺もめっちゃ調子悪いみたいな、はい、でしかももうこいつ次何投げるんやみたいな、はい、もう変化球もワンパン食らされてるし、まっすぐは見逃されてるし、アウトコース、インコース巧みに使われてるし、はい、え、普通何来るんや、ここみたいな、うん、でもちょっとまあよく考えろよと思って、はい、もう負けたら終わりやん、うん、しかも前インコース使ってやろ、
ただ俺が意識するってちょっと思ってるかもしれんな、はい、でしかも万が一インコースを曲げてボコンにホームラン打たれ終わるな、アウトコースかな、でも変化球もあるな、フォークかな、はい、スライダーもあると入り、はい、うん、さっき見逃し三振してるから、うん、次初球から何でも振ってくるみたいな感じで変化球もあるな、はい、よくわからんな、うん、でも先頭行かなきゃ、うん、そうですね、考えてる時間もないみたいな、はいはい、今のやつも今ゆっくり喋ってるけど、はい、一瞬で考えてるからね、そうですよね、打席に行ってすぐね打たないといけないですから、もうわかん、うん、よくよく考えても分からへん、はい、もう俺の好きなところだけ待とう、うん、俺の好きなところアウトコースのまっすぐ、ね、はい、それをもう反対方向と、はい、でもとにかくまっすぐに合わせて1位の外で踏んでいって、はい、当然俺先頭やから、はい、アウトになっても後のやつにどうにかしてもらおう、はい、はい、1、2の3、おお初球されるホームランだったんですか、多分初球だったと思うんですよね、僕の記憶が確かならば。書いてます？そこまでは書いてないですね。でもまあ記憶的にはもう何打とうか何打とうか、もうこれでやったらバーンってなったわけですね。そう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 、そしたらホームランです。うわー、もうその番でもう終わりですね、試合。はい、そしたら前の三振が超吉、はい、いやいや、もう本当ですね。で、うん、星野さんが激怒してるのだけはしてた、はい、めちゃくちゃ、はい、あのベンチ見た時、はい、みたいなのあるじゃないですか、はいはい、だで、そしたら、則本が、はい、ああ、そうですよね、次の日、小山さん、丸坊主にしてきてました。もうそう、もう小山さん、そうだったかもしれない、あの、丸刈りにしてた時が、あ、それだったんですかね、次の日も、あ、そっか、丸坊主にしてきてました。いや、あの頃の星野さん、まあね、怖かったですよ。まあ、あの厳しさが素敵だったんですけどね。あと、鏡周り。第三者もね。はい。仕事おじさん怖いんだろう。だからもう、相手の一番いい球と、もう俺の一番好きな球だけ待って、もうあとはアウトになっても仕方ないと思って、で、踏み込んで、打ったら、ホームランです。なんでもできひんねんっていうね。奇跡的に会っちゃったっていうね。いやー、でもそういう奇跡も持ってるってことですね。そうですね、まあ奇跡の連続で今ここにいますね。いやいやいや、どうですか成本さん、分かりましたか、成本選手分かってくれましたか。そんな感じです、はい、こっちもいっぱいいっぱいなんですよ。そうだったんだ。いっぱいいっぱいの中必死です。奇跡だったんですね。そうそうです、はい、でその中、はい、もう自分の好きなところ待っとこうと思ったら、はい、好きなところあいつ投げてきたんだよ。みたいな、そう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 、もう好きなとこしか待つしかないやつは好きなとこ投げてきたって、で打ったらホームランでそいつ坊主。そっか、だから次の日丸刈りにしてきたとかそういうのもあってすごい覚えてたんでしょうね。そうなんじゃない。だってもう7年前だからね。そうですよ、2013年ですからね、はい、うん、だからそこから、はい、あの全てをパズルのように合わせて、うん、今できる限りの記憶で喋ってるんだけど、はい、でもね、うん、相手がピンチになった時に、はい、あの成功するのって意外と簡単なんですよ。うーん、だからチャンスで、はい、もう状況が無になればなるほど結果出しやすいです、はい、へー、無になるっていうのは無にです、無にのもう後がない、あ、もうこれが本当に大事で後がない状況になればなるほど、はい、あのもうすごい簡単になってくるんですよ、はい、でも結果出るかどうかわかんないですよ、はい、でも準備としては簡単になってくるんですよ、はい、これ言っちゃっていいかな、もう引退したから俺。はい、人間ってピンチになったら得意なことしかしないんですよ。はい、あ、まあ確かにそうかもな。ピンチの時とか、うん、はい、絶対これ失敗できひんとか、はい、これはミスできひんっていう時は、はい、絶対得意なことしかしないんですよ、うん、それなんでかっていうと、はい、言い訳まず作りたいんですよ、はい、うん、最初に、はい、精一杯やって得意なことやったんやからあかんくてもしゃあないやみたいな、うん、で、だからもしピッチャーだと、はい、あの苦手な球投げたら、はい、やっぱりで打たれたら後悔するじゃないですか、うん、でやっぱり自分の得意な球行って勝負したいですよね、はい、でそしたら来るの大体わかるんですよ。へえ、得意なことしかしなくなるから、はい、うん、無理の状況になればなるほど、はい、そしたら待ちやすいですよね、うん、であと打てるかどうかは自分の力勝負じゃないですか、うん、あ、これあのまた今度話すわ、これ喋ったら長いわ。わかりました、はい、多分すごいいい話すると思うんで、はい、撮っときましょう、はい、これ
チェック行きましょう。そうだ、ね、はい、あとね、ノリボとなんかナックルカーブ練習してて、なんか新球試してましたね。はい、この前あれどこや、阪神か、1イニング投げて、阪神と試合の時に投げてたけど、はい、うん、結構いい感じに投げてたね。そうなんだ。まだでもなんかコントロールが不安定っぽかったけど、うん、ちょっと天候も悪かったし足場も悪かったけど、あれでカーブができたらまっすぐスライダーフォークでしょ、はい、でナックルカーブできたらまたやばいね。いや楽しみ、多分今年開幕は絶対則本投手だと思うんですよね、うん、久々のホーム開幕。そうだね、はい、寒いから気をつけてよ。あの去年の開幕戦ゾゾマリン岸も寒くて足つってたからね。それで、そうだった。でちょっとつったのか筋膜炎か分かんないけど、はい、ちょっと離脱したでしょ、はい、ちょっと気をつけないとね、寒いからね。いいと思う、去年のマリンに、うん、まあ、そうですね、今年特に早いですからね、そうそう、開幕が、うんうん、ね、やっぱりあの見てくれてる人は応援したいしね、はい、あの怪我しないように気をつけてほしいですね。今年は則本投手20勝期待します、はい